どうもこんにちは、みやです。今日はですね、2019年の、2月14日に任天堂から無料配信されました、こちらテトリス99、このゲームをやっていこうかなと思います。まずね、このゲームは自分、まあランク上に書いてあると思うんですけど71、かなりやってるんですけど、まあ、実はちょっととある理由があって、今まで YouTube のそのライブ配信をしていたんですが、ちょっとね、あまりに無双しすぎてしまったせいか、衝撃的なコンテンツ、暴力的なコンテンツ的な感じで、ちょっとライブ配信が今できない状態なんですよね。なのでちょっとこのシリーズを動画化して撮っていました。というわけで、早速ですがやっていきましょう。まずステータスなんだけど、こんな感じですね。現在の勝率は463回、463回やって429回1位取っております。まあ勝率9割は超えてますね。まあこの戦績からね、しっかり99連勝を目指して、ちょっと野良マッチでねやっていこうかなと思います。じゃあ早速潜っていきましょう。いやー、本当になんでだろうな。ちょっとね、今まで本当ライブ配信でねひたすらやってたんですけど、ちょっとできなくなってしまったんで、このシリーズしばらくこのシリーズが続くかもしれません。というわけでね、いろいろ解説しながらやっていきます。いやー、本当に残念だな。にしてもマジで残念だわ。なんで俺こんな理不尽なことに会わなきゃいけないんだという。特に何もしてないですからね、俺ね。いや、本当に困るわ。まあ、そんなわけでね、動画投稿このシリーズしばらく続くかもしれないんで、皆さんよろしくお願いいたします。さて、おっと、早速なんかめちゃくちゃ狙われた。めちゃくちゃ狙われたんで、いきなりこれカウンターで行きましょう。あ、このカウンターってやつは、その狙われた人に、狙うんですよね。狙われた人に、火力を送る。まあ、こんな感じに。エフェクト出てると思うんですけど、それが、カウンターという、これね、スキルです。で、普段はまあ、最初はこのとどめ打ちってやつにしておくんだけど、まあ、ちょっと今のはめちゃくちゃ狙われたんで、さすがにカウンターにしておくと。さあ、早速一人刺さりましたね。その、ブーンブーンって打ってる。行ったら、その、相手が刺さった証拠なんで。さあ、まず T スピンシングルから、ここさらにランカンで T スピンシングル。T スピンシングルからもう一回ランカンの先読みで T スピンシングルを打っていく。T スピンシングル。で、まあ、ここは普通に屋根でいいかな。普通に屋根をつけて、で、はいっと。T スピンダブル。まぁちょっと削りながら。削りながら STS3 でいきましょう。STS3、これで T スピンダブル、テトリス、T スピンダブルと。さあ、触っていき。で、この左側にその 25% ってバッジが映ってると思うんですけど、このバッジが増えると、攻撃力がアップします。最大 100% まであるんで、残り人数が少なくなる前に、残り人数が減っていく前に、ちょっとバッジをね、稼ぎたいところなんですね。さあ、しっかりちょっと置きミスしちゃったんで、3ライン消しを掘りながら、さあ、テトリスまで。まあ、まだ2人狙われてるんで、まだカウンター3人か。まだカウンターでいいんじゃないかな。さあ、4人に増えた。言えば言うほどどんどん増えているが、まあ、これをね、全部返り討ちにしていきましょう。さあ、ティスインダブル組みたかったがちょっと置きミスしたんで、ここでこんな感じにして、トリニティリカバリー。トリニティというか、まあ、トリニティではなかったけど、まあ、ちょっとティスインでリカバリーしといて、ジェイミノですね。ジェイミノで、やると、こう、ティスピンダブルのリカバリーになるんで、しっかりリカバリー。こうだな。こうして、こうして、こうして、はい。まあ、ちょっと積み込みながら、まったり行きましょう。はい。テトリス、ティースピンダブル。まあ、アイミノ置きミスしましたけど、まあ、そこをアイミノ入れれば、普通に無視できるんで、リカバリーで。まだ結構狙われてるな。まだいいな。まだカウンターにしておきましょう、とりあえず。テトリスっと行って、さらにティースピンダブル。さあ、どんどん触って、バッチは 50%。あ、いいペースね、割とね。この時点で 50% になってるのは結構いいペース。まあ、大体ね、残り10人以下になった時に、まあ、75% あれば、とりあえずいいかなってぐらいなんで。まだね、残り50人にすらなってない状況で、この、バッチが50以上、いってるの、あ、っていった瞬間に50人になりましたね。まあ、結構いいペースですね、これ。で、さあ、ちょっとミスったんで、冷静に削っていきながら、ティスピンを組んでいく。テトリスと、テトリス、ティースピンダブル。そろそろカウンターじゃなくて、とどみちにしようかな。まあ、結構カウンターでその狙ってきた人を返り討ちにして、そのキル数、その狙ってきた人を倒すと、その倒した分のキル数がもらえるんですけど、まあ、今もうそんなに狙われてないんで、ここはとどめ打ちっていうのにして、まあ、このとどめ打ちっていうのは、まあ、相手が刺さりそうな人ですね。刺さりそうな人を狙うんですけど、まあ、先ほど言ったと同様ね、あっと見せていく。やばいやばい。やばいぞ、これ。
っと待ってくださいね。ちょっと説明しようと思ったんですけど、ちょっとやばいんで。はい、OK です。で、とどめ打ちなんですけど、その、刺さりそうな人を狙うんだけど、てか狙うんですけど、やべえ、ちょっと待って、なんかもう解説がちょっとグダグダになってる。一回ちょっとここまで掘り切って、はい。これでまあちょっと余裕できたんで、解説していきます。失礼しました。ちょっとね、割とやばかったんで今。普通に負けそうだったんで。で、その、キルするともちろんその人のバッチを持ってるの全部奪えるんで、なんでまあ今とどめ打ちにしてるって感じね。で、バッチ狙いってあるのは、そのバッチが一番持ってる人を狙うんだけど、まあでもこのバッチ狙いはね、結構ね、リスクもあるんで、もちろんさっき言った通り、バッチが持ってる人が、あの、攻撃力高くなるんで、あんまりそのバッチ狙いを狙いすぎ、やりすぎても、もしかしたらそのね、あの、怪物になってしまう可能性もあるんで、まああんまりないですけど、あんまりそうなったことはないですけど、まあ普通の人だとそうなる可能性はあるんで、まあちょっとリスクもあるかなって感じ。さあ、そんなかんだ言ってる感じに、まあ 100% になったんで、これまあ普通に攻めていきましょう。最初の一攻めから結構下っちゃったな。まあちょっと、そこはご了承ください。まあちょっと俺動揺してるんで、正直。未だにちょっとライブ配信がね、できないことに割と動揺してるんで。まあでもとりあえずね、とりあえず 100% になってるんで、まあしっかりね、火力を出していきましょう。いやーでも本当に、なんでだろうな、早く治ってほしいけどな。一日で治る、下手したら一日で、その、ライブ配信できないの治るかなと思ったけど、全然治んなそうなんで、今のところ。悲しすぎる。やはり強さは罪なのかもしれない。強すぎることは罪なのかもしれないですね。さて、しっかり手取り振ってて。はいはい、これちょっとね、結構競り上がり硬直長いんで、あんまり受けたくないんですよね、ああいう、ちょっとした攻撃。なんでまあこう削りながら、まあ、ちょっとね、リカバリーにね、自信あるんで。まあ、さっきみたいに、まあ、盛大に置き見せしたときも、まあ、しっかりリカバリーでなんとか耐えてたんで。置き見せしたとしても、リカバリーを見せていきましょう。さあ、これ、テトリスから TS 耐性だけでちょっと暴発した。こうだな。こう、こう。はい、はい。まあ、とりあえず掘ってって。で、カウンターにするの忘れてましたね。これ 100% になったらカウンターにした方がいいんですけど。ちょっとカウンター忘れてました。はい。これダメですね。さあ、TSD。もう、とどめ中してもバチもらえないんで、もうカウンターここら辺は安定なんですよね、終盤は。超えなかった。はい。とりあえず TSD に組んで。ここで2ライン停止こうしといて、はい。まあ、こんな感じで。積んで積んで、はい、はい、はい。まあ、とりあえずまずは1位を取っていくと。はい、いい感じですね。まあ、ちょっとなんか、だいぶ怪しかったですけど。だいぶなんか試合内容怪しかったですけど、まあ、とりあえず勝ったということで、はい。よしとしましょう。じゃあもう一戦やっていきますね。よし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 。まあ、99連勝目指してるんで、まずは1勝ですね。最後に、最初と最後で、ステータス、ちゃんとね、この動画内に見せますんで。まあ、それがね、証拠となるかなと思います。はい。さあ、しっかりマッチングしていく。まあ、このゲームは同性数多いんでね、同性数非常に多いんで、まあ、すぐマッチングするんですよね。そこはやっぱり、まあ、海外勢がやってる人が非常に多くて、まあ、めっちゃ本当にこれ、今流行ってるんで、まあ、ぜひ皆さんにもやってほしいんで、まずは、とどめ打ちでいいな。今回そんなに狙われてないんで、このままとどめ打ちでいきましょう。あ、ちょっと1戦目動揺しちゃってなんか変な、ミスちょっと多発していましたが、まあ、2戦目はちょっとしっかりやっていきましょう。こうして、こうして、あい、とりあえずティスピンダブルにしといて、まあ、順調に火力を作っていこうかな。ダブルダガーにして、テトリスと。テトリス、TSD。TSD から、テトリスと。まあ、どんどんね、ティースピンダブル、テトリスやろう。で、とりあえず、誰かを倒して、キルしたいですね。さあ、TSD 構えて、まあ、この屋根で行きまし
まあ、なんで今、Z エアにしたかっていうと、まあ、ちょっと S ミに置きミスしたけど、あれ、その後4列目狙いたかったんですよ。ただ、狙いたかったんですけど、ちょっと Z ミスったんで、これちょっと、仕切り直していきましょう。歩みの入れて、とりあえずリカバリー。で、まあ、これ積み込めねえんで、全然余裕なんで、積み込んでいって、はい。で、こう空中で T スピンダブル作っておいて、ダブルダガーも作っておこう。でもう一回ダブルダガー。これトリプルダガー。トリプルダガー。まあ、テトリスまで打ち切って、はい。で、T スピンダブルってからもう一回ここでダブルダガー。さらに空中で T スピンダブルと。はい。もう組み切って、組み切って、こう一回削ろうかな。こんな感じに一回削っといて、T スピンでいこう。まあ、バッチ数はまだそんな稼げてはいませんが、ちょっと暴発した。まあ、これもね、冷静に冷静に。冷静にエルミの回転で、まあ、リカバリーだ。置きミスしたら、まあ、焦んないことっすね。冷静になって、とりあえずリカバリーすれば。まあ、大体リカバリーになんとかなること多いんでね。冷静さは大事です。さあ、ここダブルだが、ティースピンダブルからティースピンダブルと。リカバリーね、やっぱり、見せていきましょう。さあ、こう、ドネイトの T スピンダブル。ドネイト T スピンダブル打ってって。これ一応 TST なんですけど。まぁ、ちょっと地形が微妙ですね、これ。まぁ、一回打ち切って、まぁ、削りながらちょっと立ち回っていきましょう。で、ここでまぁ、Z じゃない、S ミの、S ミの置いて、こんな感じに。整えていってね。必ずしもその下穴埋めて、埋めずにその火力を作るってことだけを意識しなくていいんで。まあ、下埋めてもとりあえず、地形が良くなればね。あんな感じで埋めて火力作れるんで。さあ、まあ、結構狙われてるんで、ここら辺でカウンターに切り替えようかな。まあ、4人狙われてるんで、これカウンターに切り替えて。まあ、今狙ってる人をこれ返り討ちにしたいなっていう、そんな感じですね。さあ、Tスピンダブルから。一回これ削っていきましょう。削ってって、はい。まあ、こんな感じで刺してって。まあ、今二人刺さったと思うんですけど。まあ、これがカウンターの強さです。三人目。こうだな。まあ、TMI の使っても全然大丈夫なんで。使ってって、はい。テトリス。残り50人。残り50人でまあ、50% だからまあ、普通のペースぐらいですね。速くもないし遅くもない。そんな感じ。一回削って、ここまで削っておきましょう。あと二人に狙われてるんで、まあ、まだカウンターでいいかな、とりあえずは。とりあえずまだカウンター。テッドリスト。ピン、ピン、ピン、ピン。さてさて。テッドリス、TSD かな ?TSD。こっちでこの屋根。この屋根の方が後々地形良くなるんで。まあ、屋根の付け方もね、まあ、細かいところですけど。まあ、意識していきましょう、できれば。押してって、テトリス。まあ、そろそろカウンターその道に変えていいかな。あんま狙われてないんで、そろそろとどめ道に変えといて。TSD、Tスピンダブル、ゼミの置きミス。まあ、これも、まあ、冷静に冷静にリカバリと。はい。とりあえず、テトリス、まあ、打てるようにここ開けといて、まあ、こんなもんかな、とりあえずは。Tスピンダブル。Tスピンダブル。テトリスト。テトリス、Tスピンダブル。まあ、ここは、テトリスから行きましょう。テトリス、Tスピンダブルと。どん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 。で、こう、欄干ですね。欄干で Tスピンシングルからテトリス。そして、再び Tスピンダブルと。さあ、さあ、行け。75%。ここは STMB ケーブルから、Tスピンシングルかな。シングルから、ま、積み込んでいきましょう。大見をミスったんで、あ、ちょっと一回入り替わり。シングル打って、まあ十分ですよ。しっかり T スピンダブルテトリスの形で、シングル、まあ、3ライン消してちょっと妥協しながら、4列連でいこうかな。まあ、テトリス分の総裁を用意しながら4列連。まあ、これで結構総裁できるんで。OK。まあ、軽く来なかったですけど。まあ、万が一来たらあんな感じに操作やってて、まあ、しっかり4列目を組み切ることができると。1回分操作やると結構好きなく組めるんで。さあ、しっかり4列目組み切ってって。2人狙われてるんでカウンターでもいいですけど、まあ、とりあえずとどめ一であの、左上の人を刺しましょう。
ギャルベの人刺して、まあ、バチもらって、まだ 100% にはなんないか。まあ、引き続き4列連で。これ、種6でいきます。種6の4列連。種6の4列連で、残り10人だった。一回削って、まあ、こんな感じかな。つなげて、つなげて。まあ、ギリギリ刺さりはしないかな、さすがに。どうだろう。もう少し、バチ100になるんで、まあ、刺さってくれたら嬉しいかなって思ってるんですけど。あ、刺さりましたね。さあ、二人目刺さっていく。さあ、これでまあ、バチ100になったんで、とりあえずカウンターでいきましょう。残り少なくなってきて、もう100になったら、もうカウンター一択なんで。さて、これもテトリスの総裁分があるところの、4列連でしたが、まあ、とりあえず、普通に打ち切りました。OK。まあ、これ受けて、ここから4列連。しっかり繋げていきたいが繋がるか、これ。ちょっと Z までしか繋がらないね。一回削って、T ミノ使っていこう。まあ、もう一個 T ミノ来てるんで。まあ、普通に軽く作ってって。相手はバッチリ4つあるんでね。ちょっと油断はせずに行きましょう。OK。まあ、こんな感じでね。しっかり勝っていくと。まあ、結構、ま、相手のバッチが、その多い場合はバッチ狙いで、その人を刺しに行くっていう手もあったんですけど。まあ、無難な選択肢でカウンター一択で、まあ、自力で勝っていきましたね。よし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 。とりあえず、2連勝。まずは2連勝と。あ、いい感じですね。さあ、ステータス見ていきましょう。465戦、431回。1位取ってますね。まあ、99人対戦なんで。まあ、十分な勝率でしょう。まあ、とりあえず9割超えてればいいかなと思ってるんで。まあ、このね、勝率をね、維持しながら99連勝を目指していきたいと思います。というわけで、今日の動画はこの辺で終わっていこうかなと思います。またね、次回。まあ、明日、ちょっと動画上げるかな。明日、パート2上げようと思いますんで。よければそちらもご覧ください。というわけで皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではではお疲れ様でした。